どうも、バンです。今日はですね、カメラのアングルを全く違うようにしてみました。いかがでしょうか。それではデイリーキックトゥーゴー。うわー、なんか変なことになった。これはいかに、これはいかに、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。とりあえず行っとこう。なんか変なふうになった。今ですね、ゴリラポッドに、クリップのついたそういうねアタッチメントで、キックボード車載の映像を皆様にお届けして、しかも自撮りをしようというようなねことを考えてるんですけども、無理だな、これ無理だ、これはこれは無理だ、無理だ、無理だ、無理だ。ちょっと体勢を立てて、うわー、 GoPro が落ちた。しかもジンバルが唸っている。ジンバルの電源切らなきゃ。やらこっちゃ、やらこっちゃ。とりあえずジンバルの電源切った。切れない、ジンバルの電源が切れないぞ。よしよし、 GoPro も切ろうとしてもだ。やらこっちゃ。とりあえず、このまま、電車の時間が間に合わないのでもう行きます、行きますけれども、とりあえずのとりあえずどうしよう。もう GoPro はとりあえずカバンに入れます。カバンじゃない、やポケットに入れました。音声のみで行きます。とりあえず電車が来るの迫っているんで、このゴリラポッドもちょっともうこれあかんな、これ。とりあえずゴリラポッドも外しますわ。ちょっと無謀でした。結局ね、今何をやろうとしたのかと言いますとですね、キックボードを乗る動画毎日公開してるじゃないですか。これを、自撮りできないだろうかと。しかもウェアラブルジンバルを使ってっていうふうに考えたわけですね。で、いろいろこう案を練りましてですね、まず自分の頭の上から、おっと、カン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 と落ちた。やばいやばい、部品が落ちて、この部品なくなったらやらこっちゃ。とかよし、行こう。ちょうちんあんこのようにしてですね、自分を自撮りしようかなと思ったり、自分の胴体、体の胴体から前に突き出るような棒を自作してですね、それで自撮りをしようかと思ったんですけども、いやいや、それだったらキックボードにゴリラポッドをつけてですね、で撮影すればいいじゃないかと思ってやったんですけれども、キックボードの振動があまりにも激しすぎてですね、ゴリラポッドがもう瞬く間に、定位置からずり落ちてきて、そして、走ってるうちにですね、ウェアラブルジンバルのマウント部分が取り外れてしまってですね、マウント部分じゃないな、カメラ取り付けネジが緩んでしまって、そしてもう GoPro がアスファルトの地面に転がり落ちてしまったということですね。もう大失敗ですよ。参った参った。これ何がきっかけでこうしようかと思ったかと言いますと、昨日ね、いつも一眼動画トークでお世話になっているビデオチャンネルのよっちゃんがですね、サブチャンネルの方で、街中で、照れくさがらずに音声収録、動画収録できるのかというようなね動画を上げてらっしゃるんですよ。で、それを見てですね、よっちゃんは基本的に自撮りをされてたんですね。ですけれども、僕の場合ウェアラブルジンバルを使ってるんで、これでなんとかキックボード動画を自撮りできないだろうかというふうに考えたんですけれども、ちょっと無理でしたね。いや、申し訳ない。というわけで今日は失敗動画となります。キックボードを漕ぎながらの自撮りは非常に厳しかったと言わざるを得ません。本日の動画は以上で終わります。夜の部に続くかもです。ではでは、はい、どうもです。そうしましたらデイリーキックトゥーゴー朝の部後半となります。いや、大変失礼いたしました。先ほどはカメラが回っておりませんで、しかもその決定的瞬間がですね撮影できていなかった。その決定的瞬間というのはですね、ジンバルから GoPro が転げ落ちるというね、そういう瞬間のことです。そしてなんでそんなことをしようかと思ったかと言いますと、先ほどもね
先ほど来お伝えしている通り、このキックボード映像、これをですね自撮りしてみたかったということなんですね。でこの、ね、今下ちょっと向けますね。このキックボードのこの部分、この部分にゴリラポッドをつけて、そして自撮りを試みたんですけれども、もうあれとあれ、あれよあれよという間にですね、このキックボードのハンドル部分からゴリラポッドがですね、まあとりあえずついたはついたんですけれども、もうどんどん振動で傾いて、であれよあれよという間に、ジンバルからプロが転げ落ちてしまってですね、でも撮影どころではないと。でしかもその、映像すら撮れていなかったとね、いうお粗末な状況となりました。と一つ教訓、これはもう何度も、ね、経験していることなんですけれども、キックボードの振動は半端ない。そしてキックボードで乗っているときに自撮りはお勧めできないというか無理であると。もう一回リベンジしろと言われるとなるとですね、どうしようかなというレベルなのかなというところですね。さて、そうしましたらいつもの通り、もうすぐねお地蔵さんチェックポイントではあるんですけれども、今日今ね録音している、レコーダー、これについてねもう一回ね、検証しておかなければならないことがね出てきております。はい、そうです、レコーダーのこのねファームウェアアップデートができない問題、これね解決いたしましたよ。やりましたよ。別途動画をね上げますけれども、今このレコーダーはヤマハのボケトラック C24 なんですけれども、これのファームウェアがバージョン 1.03J、 これを使って、録音することに今成功しております。そしてファームウェアがアップデートしたことによりですね、おはようございます、行ってきます。よいしょ。ファームウェアがアップしたことによってですね、 SD カードに Web フォーマットで録音できることになりました。今現在録音のフォーマットは 48kHzモノラル、16ビットでの録音となっております。でね、今現段階ではね、まだやりませんけど、まずこの録音が長回しできるかどうかという確認をね今日はしているところです。やっぱりね、1時間は録音できないと使い物になりませんのでね。おっと、奥の信号が青になってるではないか。このまま突っ切ってしまおう。スピード上げるぞ、行くぞ、ゴー、デイリーキックトゥーゴー、デイリーキックトゥーゴー。前から自転車来てるけども、デイリーキックトゥーゴー、行け行け。さあ、青点滅にもならずにそのまま交差点に進入することができた。これがね、青点滅になってからね交差点に進入することになると具合悪いですけれどもね、なんとかなりましたよ。さて、何の話をしてましたっけ。コロッとも忘れてしまったぞ。そうそう、明日の検証ではですね、ウェブフォーマットとそれから MP3 フォーマットでのね聞き比べをやってみたいと思います。そしてですね、ようやくね2台全く同じ環境下でのね録音体制が整いました。ファームウェアも全く同じ、マイクも全く同じ、ウィンドジャマーも全く同じ。この条件が整わないと、ウェブフォーマットと MP3 フォーマットのね超感情の違いが発生するかどうかという、そんなね微妙なね、聞き分けはね、無理であると。そもそもね MP3 フォーマットで 320kbps とそれからウェブフォーマットの違い、これはね僕の経験上ね、例えばシンバルとかね、ハイハットオープンとかそういう楽器で違いがねかろうじてわかるかなという程度で、このバンの声でどこまでわかるかというとね、ちょっとね
もう聞き分けられる自信はないですけども、まあでもそうは言ってもね、もしかしたらヘッドホンで聞き比べたら分かるかもしれないんで、やってみようというふうに思っております。さて、なんでそんな風なことをやろうかと思うに至ったのかと言いますとですね、やっぱりそのいつも、コメントいただく短期モンさんという方がですね、ウェブフォーマットでやっぱり録音することと、やっぱりね MP3 で録音することにおいての違い、これはですね、編集段階でも圧縮がかかる、 AA3 でのね圧縮がかかるということを考慮した場合、圧縮して展開してまた圧縮してということであれば、この誤差がね蓄積されるのではないかと。通常の MP3 とウェブフォーマットの聞き比べ以上にね、リスクがあるものなんではないかというね、そういうね、コメントをいただきましたんで、あ、確かにその通りだなと、誤差は出ない、聴感上出ないというふうにね思い込んでるだけかもしれない。だったらバンのね、モットーでもある、実証あるのみというところでね検証をしていこうと思うに至ったわけですね。それができるためにはですね、同じ状況下、つまりこの例えばこの道路で、同じようなシチュエーションで同じようなね録音をしないと検証にならないんですよ。はい、一旦止めてまた、付け替えてということではですね、正確な検証はできないと。全く同じ場所で、録音の状況を録音しないと、正確な検証にはならないと。それはそうですよね。というわけで、明日へ向けてのね検証についてはね、夜の部でもね細部を詰めていこうと思っております。それでは一旦この辺りで失礼いたします。どうもバーンです。そうしましたらデイリーキック後夜の部前半スタートとなります。いや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 、寒くなってまいりましたよ。今日朝よりもね寒いくらいですね。これね、なんでも東京の方は大雪とかでですね、いやでも関西の方はまだね そんなにね雪はね降ってない。なんか降りそうなね気配ではあるんですけども、しかも雨もね今降ってないですね。でどうやら雨上がりなのか雪上がりなのかよくわからないですけれども、それにしてもでも冷え込んでますよ。もしね今日ね雪が降っていたら、こう雪がバーッとこうねちらつく中ジンバル撮影をねキックボードでできるというね、ちょっとそういう淡い期待もあったんですけれどもね、まだなかなか本格的な雪というのはこのデイリーキックトゥーゴーシリーズの中ではね出くわしてないですね。一回あったかなっていうくらいですよね。そして朝の部で何か、チェックしようとしてたんですけども、何でしたっけ、忘れちゃいました。なんと、まあいいや、とにかく今ね、レコーダーの調子はねすこぶるいい状態でね録音できているはず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 で、明日やることはねもう決まっています。明日やるのは同じレコーダー2台収録で、MP3 とウェブフォーマットの違いを同時録音で検証してみるということですね。あ、これねだから同じ機種を持っているというのはねこういう強みがねあるんだなというふうに思いましたね。だってねちょっとでもバージョン違い、バージョン違いというか、グレードの違うね機種、例えば僕の場合ですと GH4 と GH5 っていうカメラを持ってますけれども、2台のねカメラで共通する部分は確かに多いんですけれども、それでもね同じ録音じゃない、例えばですね GH4 で MP4 のログアウトしたとしましょう。で GH5 で MOV のログアウトしたとしましょう。でこれをね同時に録画してで比較したとしてもですね、やっぱりね機種が違うんで正確な検証ができないわけですね。で全く同じ機種を持っているということは、そういう例えば記録方式の違いであるとかウィンドジャマーのね、違いの、テストであるとか、そういうことがね簡単にできちゃうわけですね。で例えばですね同じシチュエーションで録音し直すと
いうことはできますよ。例えばこの道路をね、設定を変えて2回走るということですよ。ところがですね、1回目は今ね車が通っていなかったと。で2回目はですね、例えば今みたいにねこんな風にして車が来たというようなね、環境音の違いがねどうしても出てくるじゃないですか。全く同じシチュエーションっていうのはね、まあ厳密には二度とないわけですよね。何でしたっけ、エントロピーの法則でしたっけ、なんかよくわからない、なんとかなんとかの法則とかって、なんかもしかなんかあったような気がしますけれども、まあその辺は僕全然詳しいんで嘘を言ってるかもしれないですけれども、とまあね、たった3000円で、そういうね、面白い遊びができるということにもなりますね。いや中古で買ってよかったわこれ。でもちろん目的はね、バン TV の構成員お茶部くんとバンがですね同時に、屋外で、話をして、それをね収録するというね、そういう目的もありつつ、ただただ、お金をね使って検証のためだけにね、機材を買うというわけではないということですね。それではテーマはね、ウェブフォーマットについてね、せっかくなんで語らせていただこうかなと思います。ウェブフォーマット、これがですねいわゆる PCM フォーマットと呼ばれるね、音声ファイル形式、サウンドファイル形式ですね。でこれはですね MP3 とどういう違いがあるのかと、改めてですね、僕なりの見解をね、考えてで述べさせていただきたいと思います。おイルミネーション綺麗ですねやっぱりね。そのね PCM 録音、これはね、何の略かというとパルスコードモジュレーションの略なわけですね。確かそう、間違ったらねすぐ短期モンさんがねこう正してくれますんでね、このあたりものすごくね心強いですよね。パルスコードモジュレーション確かそのはず、パッと出てくるよ。もうこの辺はね中学時代か、中学時代は PCM 録音なかったかな、大学の頃からかな、大学の頃に PCM 録音あったかな、あったギリギリあったかもしれないと、まあそういう状況ではあるんですけども、つまりパルス、符号ですね、符号化、パルスコードというのは符号化ということですね。モジュレーション変調すると、符号化変調とでも言うべきものですね。つまり音声が来たらですね、普通はというか従来はアナログの収録の場合は磁気のね強さであったりレコードの溝の深さであったり、そういう物理的なね、状況を記録するというようなね、ところで音声の記録を行っていたわけですけれども、パルスコードつまり符号化するわけですね。符号というのはつまり印ですね。ここに今にね、ちょうど下に、タイル軸がありますね。タイル1個1個がねこう1つの符号だとしましょう。でそんなんいっぱい符号がいるやんと、まあ、何万個も符号がいるんちゃいますのと。その通りですよ、もう膨大な数の符号を作ってですね、でそれで、最終的には0と1の組み合わせ、あるかないかの組み合わせを積み重ねることによって、この音声というね非常にこう情報がたくさんある、情報をこうコード、つまり0、1の符号に置き換えると。でそれがですね PCM 録音の場合は非圧縮、つまりもう来たまんまと、小細工なしのね圧縮なしで録音するのは PCM 録音、つまりウェブフォーマットであるということなんですね。で今さっき膨大って言いましたけども、映像はもっと膨大なんですよ。もう映像はもう波形の比、音声の比ではないぐらいね、たくさんの情報を符号化しなければならない。もう映像はもう非圧縮だともう大変なことになりますね。とまあそんなこんなで、信号待ちに、当たってですね、もうこの際、隣に人もおられますけれども、PCM 録音とは何たるやいうようなねところで話を進めさせていただきました。はい、そうしましたらデイリーキックトゥーゴー、
夜の部前半この辺りで失礼いたします。おっしゃ、ここまで行ったらもう吹っ切れたかな。はい、どうもです。そうしましたらデイリーキックトゥーゴー夜の部後半再開となります。先ほどまではねウェブフォーマットが PCM 録音であるという話をいたしましたけれども、後半ではね MP3 録音について、解説してみたいと思います。もうそんなん知ってるわいという方もねおられるかもしれませんけれども、 MP3 というのはですね波形音声波形の圧縮形式の一つでですねデータをね、非可逆で圧縮してるわけなんですね。どういうことかっていうと圧縮にはね、可逆圧縮と非可逆圧縮というのがあります。もう舌噛みそうですけれどもね。で、可逆圧縮っていうのは元通り戻る圧縮なんですね。だからもし可逆圧縮できていたとするならばですね、ウェブフォーマットに元に戻るというわけなんですけれども PC のね、エンコードじゃなかったデコードの時点でですけれども MP3 は非可逆圧縮つまり元には戻らないんですよ。そんなんいいんかいと。いいんですよ。でどういうことかっていうと人間の耳っていうのはそんなねウェブフォーマットが、忠実に聞き分けられるほどいい耳してないんですよ。ある程度曖昧なところがあってで大体こんなもんだろうっていうところまでこう戻すことができればですね、まあ、聴感上はあまあいいんじゃないかなっていうそんな大差ないよというようなねところで、圧縮ができるわけですね。とはいえ、データ量がですね例えば、128kbps とかの場合ですね10分の1以上ね小さくなるわけなんですよ。で10分の1って言ったら相当な量ですよ。でこれはやっぱりすごい革命的な技術で独自のアルゴリズムがあってで、これを考えた人はやっぱすごいわけですけれども、まあ、写真とか動画とかもねそういうふうに同じ概念つまり人間のこう脳というか、視覚聴覚のね、曖昧さをこうついたね、そういうところがあるわけです。ところがですね、非常に高周波な部分とかになってきた場合ですね、ちょっとなんか変に聞こえるぞというようなね、場合もねあるんですよね。圧縮の度合いが多ければ多いほど10分の1も圧縮するとね確かにね例えばハイハットの音とかシンバルの音とかねそういう音がねなんかねシュワ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 なんかねシュワ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 とかってねそんな風な音に聞こえることがあるんですね。で、それはどういうことかっていうと、忠実にこう元に戻せてない現象がこう発生しているということなんですね。で、それはそうですよね。10分の1も圧縮してたらなんかこう忠実性が失われる。その代わりデータは少なくなるということを、圧縮でねやってるわけなんですね。さて、ちょっとね寄り道して帰ろうかな。今まだお店やってるかな。ちょっと寄り道します。燃料がね最近足りなくなってきたんですね。燃料というのはねアルコールですね。でそれをちょっと調達しに行こうと。まだやってるかな。多分やっている。やってないかな。多分やっている。で、MP3 のことにね話を元に戻しますと、で何がいけないのかってやっぱり圧縮することによる忠実性が損なわれることがねいけないわけですよ。でですけれどもね、僕が、このボケトラック C24 で MP3 で録音してたのは 320kbps なんですよ。でこれがねウェブフォーマットになるとだいたいね 1400kbps ぐらいになるんですよ。だから、4分の1強の、まあ、データにね、してで録音してたわけですね。で320kbps になるとねもう音声僕の声とかの、ね、の場合だともうほぼこう違いが分からなかったです。で、とはいえやはり、
何かしらの違いがあるかもしれない。あとそれから、動画エンコードの時点で、エンコードかな、動画エンコードの時点でもう一回 AAC にね、圧縮し直すということを考慮した場合ですね、朝言った通りですよ、というフローを考えた場合、やっぱり最初からウェブフォーマットでね録音しておいて損はないということですね。まあ、今後 MP3 フォーマットでの録音は行わないんですけれども、興味があるところなんで、明日ねそういう MP3 VS、ウェブみたいなね、検証をやる予定です。おっと雪が車に積もっている。では一旦この辺で中断。はい、どうもです。今ね燃料を補給して夜に備えたというところですね。いやーね、この前来た時もね、このショッピングセンターの、オリジナル商品の、ビールテイスト飲料、これがね売り切れたんですね。で、僕は黒ビールが好きなんで、そのビール、このショップのビールテイスト飲料の黒ビールをね、買ったんですけども、それでもね黒ビールね、なかなかねもう残り少なくて、僕が6本買ってあと6本ぐらいしかなかったかな。この前はねもう残り3本で、僕は全部残り3本のところ全部買っちゃったというところではあるんですね。で、通常テイストの、ビールテイスト飲料はもう全部売り切れてましたね。あのね1本やっぱり78円なんでね、あれちょっと値上がりしたんちゃう、この前74円だったような気がするぞ。どうだった、どうだったっけな。まあとにかくねむちゃくちゃ安いにもかかわらず、まあそこそこね、ビールな、そこそこのビールテイストなんですね。でしかも僕は黒が好きなんで、もう全然こうなんかいい感じのね、テイストで、潤っているというところではあるんですけれども、さてそんなこんなで、本日もデイリーキックトゥーゴー夜の僕を後半この辺りで、失礼したいと思います。琵琶湖が見えてまいりました。ではでは。